うん、漏れてる？うん、かわいいもんね。てくだま、え、おさ、ゆっぴーだぜ。俺ってさ、誰に似てると思いますか、皆さん。僕はね、YouTube を始めてね、こうやって顔を出してるじゃないですか。だからこう、いろんな人たちから、あれに似てる、これに似てるだとか、やっぱ言われるわけですよ。一番言われてたやつは、トミックさん。もうトミックさんはもうめちゃめちゃ昔からね、もうコメントで、もうトミックに似てる。トミックに似てる。トミックに似てるってね、もうめちゃめちゃ言われてましたから、僕は。1年ぐらい前に出した知名度調査、街頭インタビューしたんですけど、その時にはね、3回ぐらいインタビュー相手にね、誠さんですかって言われたからね。いや、おかしいじゃん、それ。いや、多分ね、その時に結構誠くんに似てるこう、髪型をしてたのよね。だから、にわかな人たちからは似てますね、みたいな言われてたけど、でももう髪色もね、ちょっと茶色になっちゃったし、もう似てる要素はないからさ、言われないんだけれども、あとね、芸人だとラバーガールの飛び長、これはもう今でも言われますね。前なんてさ、ツイッターでさ、イピさんエンタの神様出てますよって言ってから、マジかよってエンタの神様ペッつけたら、お前ラバーガールの飛び長じゃねえかつってありましたからね。もう本当に舐めてますからね。まあ、実際のところ誰に似てるのかっていうのをね、 YouTube の方結構やってますけど、有名人診断ってアプリがあるんで、それでまあ、ユーピーさんが一体誰に似てるのかというのをね、ちょっと白黒つけたいというふうに思いますよ。はい、有名人診断出しました。あなたの似てる人は誰ということでですね、診断スタートポチッとな。診断する性別は男性でしょ。診断するカテゴリー、これすべてってあるけどね、まずはさ、人気 YouTuber が確かあるんだよ。これですよ。これ人気 YouTuber でトミックさんとか出ればもう自他共に認めるトミックさん顔という感じでございますからね、皆さん。ではいきますよ、カメラを起動ポチッ。よし、これでいきましょう。はい、診断結果を見る押しますよ、ポチッ。マックスぐらい嘘でしょ。これ、このさ、アルゴリズムどうなってるんだろう。本当にちゃんと似てるかどうかの判断してんのかな、これ。似てる？マックス村井に？本当に？ちょっともう一回もう一回。いつものフラットな俺。フラットな俺を出そう。いくよ。これはどうですかね。まあ、でもトミックさん似てないよね。前似てたんだよ。めっちゃ太ってる時があって、その時はすごい似てた。それじゃトミックさんが太ってるみたいになるけどね。違いますよ。はい、診断結果見ましょう。ポチッ。いやもう嘘じゃん。このアルゴリズムおかしいじゃん、絶対。なんでヒカキンさん、さっきの顔がどこがヒカキンさんに似てるの。もうなんかやろうよ、やろう、なんか適当なアプリやろう。じゃあこれ待って、お笑い芸人でやってみよう。お笑い芸人。このアプリはどう診断するのかな。よし、じゃあ行きますよ、診断。行くよ、診断結果ポチ。いやーん、似てる？有吉似てる？いやちょっと待ってよ、もう一回やろうよ。これでちゃんとね、あ、俺もあ、ちょっとこう似てるなって思う人が出てこないとちょっと信用できないからね。診断結果見ましょう、こっち。いやもう嘘じゃん。実際はね、こう見た人のやっぱ声が大事ですから、ぜひ僕って誰に似てるのか、よかったらねコメントに書いてください。実際のね、皆さんの生の声がね、やっぱ聞きたいということで、終わりたいというふうに思います。ゆうぴーでした。ありがとうね、見てくれて。すごい、また漏れてる、エロー言われるわけですよ。なんかこうおかしくない？ねえ、まあ、いっか。